ようございます。ツアー最終日までよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ダンスの中、我々つい村重軍団が赤田帽子を。あ、琴子さん台本持ってます。ああ、オッケー。ああ、あの支配人はダンスの中、赤田帽子は我々つい村重軍団のものだ。楽しそうな話してましたけど、何の話したんですか？あの血液型の話。ここに来て、何ツアー初日に8年間いるのに初めて知った事実。まどか B P 失礼。B A です。B のこと散々言った後に、あ、今 B っぽかったよ。確かに。ほら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  B B B。今完全に B だった。でも B っぽくない B なんです。そう、いつも O 型か A B 型って言われるんですけど。絶対 O 型だと思う。いや、まあなんか、まあ、自分で言うのもなんですけど、まあ、変わってますよね、私って。結論 A ではないねっていう。それは自分でもわかる。ありがとうございます。はい、本番よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃめちゃ緊張してます。なんか今回はちょっと今までにない緊張感というか、やっぱサッシーがいないっていうのもそうですし、さくら、なこ、はるぴもいないっていうのは結構私たちが想像してた以上に、なんだろう、影響が大きくて、リハでも結構みんな戸惑いつつ、今日ちょっと勝負ってわけではないですけど、まあ大事な日だなと思ってるので、もう吐きそうなぐらい緊張してて今で、なんかこんな1年で変わるんだなって思ってびっくりなんですけど、まあしょうがないので、まあみんなで力を合わせて頑張りたいなって思うんですけど、やっぱ不安な気持ちがすごい勝ってしまうので、それが顔に出ないようにちょっと頑張りたいなって思います。やっぱ今までいたメンバーがいない分が本当にすごい大きいと思うし、多分みんなもそう思ってると思うんですけど、今いる HKT のメンバーで最高のものを作り上げて、新生 HKT っていいねって思ってもらえるように頑張りたいし、まあなこちゃんとさくちゃんが帰ってきた時に差がついていないように、パフォーマンスも含めて今回のツアーは、やっていくにつれパフォーマンス力も上げれたらいいなって思うし、とにかく笑顔でがむしゃらに頑張っていけたらなって思います。ブー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 。さあ本音は、マジ緊張してます。今回セリフも一番最初にその卒業系のセリフもあるし、そのセリフも結構ギリギリラインのセリフなので、どう転ぶか不安なのと、寸劇もあるんですよ。で今回なんと選抜です。もう今までツアーなんて3列目4列目に慣れてた分、めっちゃ怖いですね。誰も前を見て踊れないっていう、私の得意技って人を見て踊ることなんですけど、誰もいないんですよ。そ
そこがちょっと厄介ですね。そこをどう切り抜けるかが村重今日のツアーの最高か最高じゃないかにかかってると思います。じゃあ頑張ってください。ポン、へっへっへ、エンジンします。1期生だけのステージじゃなくてやっぱりみんなのステージだから、5期生、4期生もみんな自信持って一人一人が責任感持って楽しんでやりましょう。はい、はいはい、元気に頑張りましょう。はい、HKT48 九州ツアー初日行くぞ。寂しい気持ちももちろんあるんですけど、みんなと同じステージに立って頑張れることが今すごい楽しみです。なんかいろんなコンサートとか立たせていただいたんですけど、その度になんか HKT もどんどん人数が増えて、今回は5期生もツアーに初参加なので、先輩らしい姿を裏でも表でも見せれたらいいなと思います。ミンチ、今日は花ちゃんがもう息絶えちゃうかもしれない日で、いや本当に心臓が止まりそうです。もうやばい、さっきめちゃめちゃ怒られたねえこういうとこあれやね、なんか着替えがね難しいよね。あそこめっちゃ早いんですよ。オーバーチェアの間だけで着替えを完了させなきゃいけない。脱いで着て靴も履き替えてマイク持ってで、選抜の人は上にも上がんなきゃいけないんですよ。大変だな。わかるけどさ分かってない、分かってない、この言い方分かるけど、イライラする。頑張ってね早く早く。私、研究生よりも練習させられました、衣装さんに一人で。で、練習では一回も間に合わなかったんですけど、さっきあのみんなで着リハさせて、あと2人マイク持ってない、間に合ったんです、初めて。だから本当に命がけで頑張ります。昨日すごい煽りに自信がなくてさしこちゃんに LINE したんですよ。そしたらなんかゆっくりはっきり喋ってねって言ってくれたので、さしこちゃんパワーで頑張ります。木も森も空気さえも新しい季節の訪れを告げているような今日7月21日、たくさんの思い出を抱いて私たちはあの支配人から卒業します。Thank you.
会場の雰囲気はもうやっぱり HKT のツアーって本当にファンの方が温かい印象があるので、すごくコールをたくさん一緒にやってくださったりとかして、もうメンバーもファンの方も楽しい時間っていうのがすごく HKT らしいなと思うので、なんか今日も変わらずファンの皆さんがこう雨の中ですけど会いに来てくださっていて、なんかうるっときちゃいそうでしたね。いやー本当に久しぶりにサンパレスでライブをさせていただけて本当嬉しいんですけど、なんだろう、熱気がすごくて本当汗が止まるんで、なんか独特でしたね雰囲気がねえ。なんか卒業セレモニー始めますって言った時におーってびっくりした。いつものコンサートとはやっぱ違った空気が流れてました。ハッピーエンド、なおちゃんが主役の、なおちゃんがセンターです。センターの植木さん、センターです。センターさせていただくことになります。卒業おめでとうございます。早い、やめないで。卒業おめでとうございます。ただ夜もあるので、はい、楽しみたいと思います。嬉しい。でもハッピーエンドは昼だけだから、そう、見納めです。今回のユニットで初めてこの曲を知ったんですけど、すごくお気に入りで毎日お風呂で聴くようになりました。だから嬉しいです。すごく壁車の衣装、そうですね、すごい壁車の衣装でダンス初めて、初めて、やばー、貴重感。初めてだったんですけど、あの、あ、うちわ、イエーイ、ボクセーです。うちわとかを見つけた時のウエストが本当にありました。なんか本当にまだまだこれからなので、初日で始まったばかりなんですけど、絶対頑張ってちょっとでも、なんだろう、覚えてもらいたいです。バイバイ。今までいたメンバーがね、いないとやっぱ不安もあるんですけど、その私がもし後輩だったら心配になるところが多いなと思うので、それを後輩に思わせたくないなっていうのがあって、だから私が完璧にしてないと後輩もちゃんとしないので、ちゃんと後ろについてきてもらえるように頑張りたいなと思います。これがあれですか、植木さんとのステージは最後なんですか？コンサートは最後です。だから公演とかまだ残ってるんですけど、一緒にやるコンサートは最後だし、なお自体も HKT でするコンサートも最後だと思うので、いっぱいいい思い出つけたと思います。間に合いました、間に合いました。もうタスキ部でもめちゃめちゃ呼んで、あの衣装さん、どうにかここにいてくださいと言って間に合いました。結構余裕ありましたよ。はい、もうそうじゃないともう心が持たない。結構飛ばした楽曲を頭にいっぱい持ってきました。あれ持ってきましたけど、まだまだあるんだよね。いや、あります。後半に打ち上げるところがある。後半さらにまたもっと頑張らないとな。打ち上げですよ。まあ、ベテランさんなんでね。はい、ベテランなんで。ペース配分もう22歳なんだよな。ペース配分おばあちゃん。いや、まあ、ペース配分せずに、はい、最初から出し切ります。計算なしで全部出し切って、夜公演のことは昼公演が終わってから考えます。早替えをやったんですけど、オープニングからもうみたいな状態で来たんで、まだちょっと落ち着いてないんですけど、やっとなんか MC 挟んで始まったって改めてそわそわしてます。もう何曲歌われたんですか？結構歌われたんですか？オープニング4曲ですね。あ、でもあと卒業を頭歌って、お父さんがすごい好きなんですよ。だからすごいなんか聞いた時はにんまりしました。これ歌うんだと思って。まあ初日だし緊張して、まあ指原さんいないし頑張んなきゃなっていうので、でもやっぱさくちゃんとかがなんだろうな、引っ張ってくれてた、頑張ってくれてたから、その分やっぱ大きな穴だし、みんなで指原さんとさくちゃんとかなこの穴を埋めようと必死に頑張ってます。収まってますか？
地獄っていうか、これにちょうどじゃんね、かかり、これやだ、かかったら、かかったら190cm です、やったー。はい、身長伸ばしたいんだよね。はい、伸ばしたいです。なんか私みたいになりたい。絶対嘘なの、目標は高くしないと。一応バラエティ班なんで、まあ、村重さん率いる悪女を演じたいと思います。悪女社会人を。まあでもどうしてもっていうもんだったら、福笑いで、福笑いで対決しようか。上手にできた方、上手にできたら聞きますよ。返してやんよ。ああ、なんか落ちちゃった。つい村重軍団、全力で、性格悪く、はい、夏美、乾杯。上から行って、上から行って、もう一回、OK 見たい、マニキュアじゃん、マニキュア見たい、なんか気も、気も、気も、暗闇なの、気も。お金を払いたくなる約束。それでは福笑いボード、カモン。イエーイ。私の音が多くなったらクリア。それでは指の音を使います。やびちゃんのなんか音楽に合わせて踊るみたいな、なんか多分言われたんでしょうね、先輩に。踊ってたんですけど、なんかリズムが長すぎた。こういうやつないのかな。それでは福笑いボード、カモン。イエーイ。まあどうせ無理だと思うけどな。どうやってやってんのそれ。どうやってやんの。おそらくこうか。ということでですね、体どこに来たの。本当に面白い。指がね、指が邪魔でね。いろんなパターンのキャーあるね、そう思ったら、今日よかったです。しかもなんか今日幽霊みたいな服着てるもんね。メドレーです。よかった、なんか恐怖が増してセンターの曲が一つあるので、じゃあ続いて頑張ります。ポンポン持って、うわ、兄ちゃん、上から、兄ちゃん、この二人が残ってるのいいね。初めてです。あと頑張ってよ。これ後ろ向いてていいんですよね。初めてですよ。緊張するけど楽しんで頑張ります。ずっとヘラヘラしてる。そう、ずっと笑ってるんですよ。私が目あったらいつもニコッとしてるし、なんか曲中目あってもなんか私顔になんかついてんのかなと思う。ずっと笑ってる。みなちゃんの顔が面白い。でもなんかあれあれ、やっぱりですよ。バカにしてるだろ。みなちゃんでこんな顔なんですよ。了解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 。僕らのユリが出てこうかな。メドレーです、ポテトグループの。いや、私僕らのユリカめっちゃ大好きだから嬉しい。おー、よかったね。もう瀬戸に来た時にってなった。かわいい。嬉しかった。またくぐりとかあるんですけど大丈夫なんですか。あー、私はやらないです。歌ってるね。歌ってます。やりたかった。悔しい。今ちょっと一人でやってみた。いやだよ。一人でできるもんじゃないから。バカにしてます。最高です。でもバカにしてますよね、これも。じゃあミオ言ってあげてください。全力よ。
全力ミュンって言って。はい、私ですか。あんただよ。ミュン。ハリス。あ、すみませんでした。春はどこから来るんだろう、歌います。すごい。ちょっと前で、一人だけ前で緊張するんですけど、間違えないように頑張ります。メドレー一緒に出れてすごい嬉しいです、うん、そう言われる方が嬉しい言われるこっちの方が嬉しい。やったなんかリハ見ててめっちゃ頑張っててもうミクなんかこういう子が若手にたくさんいてくれたらいいなって思います。嬉しいね、期待です。それは嬉しいです同い年ですね、意外とさ同い年だもんね。もう一枚あーはい、植木さんそのセーターですか。セーターです、もうめっちゃ暑い、しかも2枚重ね着してるほらしょセーター暑いよね、2人して暑い。山下さん普通のシャツですか。はい、シャツっぽい感じ。おしゃれおしゃれなシャツにしてもらいました。なんか元々ニットだったんですよ。え、そうなの。元々ニットでもっとロングのスカートを探してます。ダブルニットなんですけど。誘ってられた、誘ったわ、めっちゃ長い。誘ってよ、ちょっと一応意見を言ってみたら通ったっていう。誘ってくれロングニットだけどニットはやばいっていう次誘って。あ、そうです、次誘って。すごい、カラス花。はい、ということで時間が来てしまったんですが、皆さん話しかけますか。でもそんな気持ち悪くなかった。ハイキレじゃない。どうでした。この曲めっちゃ好きで、あの、そうやね、本当に。そうなんですよ、今のいじってる。愛中に入れちゃいました。予定でも入れちゃいました。
多分ね、今みんな同じ気持ちだと思うけど、やっぱり鏡にね向かってずっとリハしてた分、こうやっていざ幕が開いて楽しんでくれてる皆さんの顔を見ると、みんな一人一人のちょっとした自信につながったんじゃないかなと思って、 HKT48 にとって今日はすごく大事な日になったんじゃないかなと、皆さんにすごく感謝した一日でした。これから多分みんなもね、上手にはできないことがたくさんあると思うんですけど、空いた穴をみんなで埋めつつ、穴なんて見えないようにみんなで頑張っていきたいと思うので、これからも応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ皆さんいいところですが、もう次が
また頑張らなきゃって気持ちにもリハーサルの期間でなったし、なんだろう、前回のコンサートとかでも今までしたことないようなとこを煽ったり、すごいなんだろう、不安だったんですけど、なんかまだ昼公演なんですけど、なんかその緊張が一つ抜けた気がして、すごいほっとして涙が出てきちゃいました。はい、もっとこれを超えられるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかすごい最初緊張してたんですけど、やっぱり始まるとあっという間でめっちゃ楽しかったです。あ、気をつけてください。めっちゃ楽しかったです。結構1回目だったので、やっぱ自分のことに必死で、やっぱりそのファンの方のこう声援とかあんまりじっくり聞けなかったので、でもすごいなんかその顔とかはすごい笑顔だったのがすごい見えたので、夜公演はもう少し余裕を持ってできたらいいなっていうのはすごく思いました。進撃はどうでしたか？進撃ですか？でもめちゃめちゃ楽しかったです。なんかすごいその予告をツイッターでしてどうなるかなって思ったんですけど、ファンの人笑ってくれたので、なんとか自信を持ってできそうだなって思います。鍵穴の時の涙はどういう涙？いや、なんかもう絶対泣かないと思ってたんですけど、やっぱこうみんなですごいレッスン頑張ってきたので、そういう気持ちが溢れ出てきて、やっぱみんなの顔見たらすごい泣いちゃいましたね。ファンの人がこう盛り上がってくださったり、メンバーみんなで支え合ってるこう一体感が本当にツアー初日出せたというか、あったなって思っていて、だからいいスタートが切れたなって思ってるんですけど、まだ昼終わったばかりで今から夜もあるので、夜込みもだと思っているので、夜も全力を出し切れるように頑張りたいなっていうのと、あと少し自信をこのツアーを通して自分に持てたらいいなって思っていて、やっぱ抜けた穴本当に大きいし、自分もこういろいろな場面で前に立たせていただくことが多かったんですけど、多いんですけど、やっぱその分なんだろう、自信が全然自分にはないなって思ってるので、このツアーを通して自信を少しずつ持てたらいいなって思います。なんか感動しました。すごい、もうリハ中も始まる前までもうずっと不安でいっぱいで、大丈夫かなって思うとこがいっぱいあったので、とりあえずそれを一個一個潰しながらがむしゃらにお昼公演を突破してここまでできたんだなっていう思いと、12秒始まった時のみんなの4の声が今まで以上にすごく大きく感じて、なんかメンバーとファンのみんなとスタッフさんとが全部一つになった気がして、すごい嬉しくて感動しました。本村さんにとってやっぱりこの初日を迎えるまでかなりプレッシャーがかかってくるんですか？なりました。なんか普通にみんなとリハしてていつもと変わらない感じだったんですけど、やっぱどっかでとしこちゃんがいないとか、さくらとなこがいなくて、めるちゃんも今回出れなくてっていうのがすごい頭の中にあって、なんかどこかで全部不安を一つ一つなんか感じちゃって、それがなんか一つ全部集まったらすごいなんか大きくて、どうしようっていっぱい思ったけど、でもそうやって思ってるのメンバーが、同じ気持ちのメンバーがいっぱいいて、みんなでどうにかしようと頑張って今日のステージができたと思うので、それはすごく良かったなと思いました。しげさん、はい、本当ですよ、もうマジでやってらんねっす。涙がポロリポロリしちゃいました。泣いちゃいましたね。泣いちゃいました。どんな感情だったんですか？いや、なんかですね、今回のツアーが結構なんか自分的にすごい役割が多かったなって、今までで一番多かったんじゃないかなと思ったんですよ。まあ、サシさんもいないですし、さくらもハルピもナコもいないですから、もう村重たちがやるしかないのでってなったらですね、やっぱこうなんかプレッシャー感じちゃいました。
なんか今まで HKT を引っ張ってきてた人たちがもう本当にいなくなって、で村重がそんななんかすごい重大な役割をこう任せてもらえることがなかったので、なんかすごい終わった後に安心感って言いますか、まあ、メンバーもすごい慰めてくれて、なんか泣いちゃいました。かわいい。そのかわいいは自分に対して。はい、もちろんかわいい。そうですね、受けマジかわ。なんとなく昼公演やってつかめたと思うので、まあ、さっきの反省も生かしつつ、はい、この個人個人の課題をしっかり元気に、はい、疲れ見せず、はい、やりましょう。はい、九州ツアー夜公演行くぞこれ難しい。どうやっても美人にならへん。ちょっと性格ですか。どうやっても美人にならへん。難しいわこれ。小田さんにといけんじゃないですか。いやちょっと優しい垂れ目にさせよう。ちょっとあの悪い。なんで垂れ目。垂れ目かわいいよ。こうやってさ、すごい。サシャンさんってベストポジションなんね。ベスト。あ、え？いや違う違う。で眉毛と目はこれぐらいあるやん多分。目は多分こうやね。多分目こうやってか。ほらこのここやね絶対。カメラマンさんめちゃめちゃ笑って関西人はほどあるんですよね。ありますね。そうですか。本物と笑いのギリギリのところ。鼻こんな高ないか。じゃあ高ない高ないちゃうわ。落ちしたか。え？なんて。いやあかん。よりめやん。難しいな。むずい。もうちょっと口下。ほら。あ。むずいな。何が違うの。じゃあ続きは本番で。よろしくお願いします。続きは本番でーす。緊張するね。エクステつきました。新生ねねみなです。マジで純粋な感じが可愛いでした。初めて言われました。新生ねねです。そんな変な言葉じゃない。嬉しい。つけて楽しいですか。髪がいっぱい。髪がいっぱいでおめでとう。すいません。皆さん、新生劇についてこれますか。楽しんでいきましょう。吹いたレールまで全力なしのこの言わずについてこい。こいつが異常に人でない。全てのだけ命をかけるんだ。自分の衣装です。はい、オリジナルメンバーなのでありがたみを持って歌わせていただきます。初めて選ばれた曲なのでこれが嬉しいです。体重減しました。なんでかというとユニットがないので15分間これで待機です。もう会う人会う人にでかっみたいな。でなんか5期生とかもうギャグすら通じないから、え、本当に190やるんですかみたいな聞いてくるんですよ。あるわけねえだろ。どこのバーですか。
い可愛い90センチユニットユニットえまだオープニングだいや衣装衣装変わってないね MC 出るんで衣装そのまんまなんだここなにここなにちなみにユニットなんですかユニットはないけど怪人だからいいなぁ怪人になりたかったオーディション受けたいときは言ってよマジ受けたいですじゃあはい1番下野からデレンデレンデレ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 合格いいねいいね怪人下野怪人下野怪人下野すいません受けさせてくださいはい続いて行きましょうリコプターよーいアクションデレンでで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 。やっぱ大人だから。やっぱ大人だから。まず隠す。先に隠しから。いいと思う。タブーをハルピとさくらがやってたの。夏青で。これなんか女の子同士でいけないライン恋をするみたいな。なんかずっと一緒にいたこと。もうなっちゃんと初期から仲良しだったからなんか恥ずかしくて気恥ずかしくて頑張りますめっちゃ緊張します今何もしてなかったんですよ緊張前半のことしか気にならなくてでもすれ違いざまにゆきちゃんとかが頑張ってとかなんか栗山ちゃんが楽しみしてますとか言ってくれて妹とかもなんか聞いてますので聞いてる聞いとくわって言ってくれたんでなんか頑張りますここまでのアップテンポを歌うのは初めてなのであ大好き頑張るありがとうキリあれキリキュー好きなのかな本当にでも本当に好きって言ってくれる人が多いので信じて頑張りますギリギリさよならが言えないよ強がって微笑んだ涙の涙が消えたいそろあきゃーすごいおーはい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 やばいなんだけライトブルーとブルーガンガンブルーやんこれとこれで待ってブルーブルーやんけうっさいなかわいいこれは中指です真ん中です右手です昼公演は勘違いして左手ってみんなで言っちゃったんですけど右手でした今日も頑張りたいと思いますもう8年やってきてまだこんなことするかってもう恥ずかしいですよでもなんかステージ立ったら、まあ、みんな一緒だし笑ってくれてるしなんか抵抗もあるけど吹っ切る力もつきました
たなんかそんなおしゃれな撮り方してもらえませんからね。夕飯の話これはさすがにその写真を踏むのかもまだ、ね、どうする映えません。楽しまないで。大喜利させるぞ。お城納豆の方です。シャンプーの方です。いやまだ出てないから。そうですか。言って7年なんだけどまだ取れてないからね。お城納豆はすぐに取れちゃったから私の冷蔵庫に毎日開けたらいるんですよ。いつもゲットしてるから。ありがとうございます、ね、嬉しい。かわいい。やった。ここまでもめちゃくちゃ楽しいです。なんかやっぱ今までのコンサートと違うところは新生 HKT って言ってるだけあってみんながもう1曲目からもうめちゃめちゃかっ飛ばしててもうそれを見て自分もうわいや負けてられないなって思いながら1曲目からかっ飛ばしてたらもうめっちゃきついんですけどめっちゃ楽しいです。なんかファンの方も一体になって作り上げてる感がもういつも以上にあります。次はメドレーです。なんか私たち ABC でグループ分かれてるんですけど私たち A グループで A グループは結構笑わない系の曲が多くて最初も風が吹いているもかっこいい系の曲ですし次も暗闇っていう STU さんのなんかあんまりシリアスな感じの曲でちょっとかっこよく決めたいなと思います。私 B チームでユリイカと誰のことを一番愛してると夢へのルート結構落ち着いたと思いきやめちゃめちゃ踊って最後は元気みたいな結構いろんな幅できるチームなのかなって思うんですけどさっき夢のルートでポンポンモテるんですよサビからマジでギリギリで私やばいって思ったんですけど間に合いました。でもみんな結構出し尽くそうって言って頑張ったんですけどまあだからちょっと体力的に心配だったんですけどやっぱファンの人の声援が昼もすごかったんですけどさらに夜もすごくてなんかそのおかげで今立ててるみたいな感じです。本当にだからなんか最後までなんか一曲一曲出し尽くしていけばもっと盛り上がるんじゃないかなと思ってます。ユニークからこの着替え10秒でできます。すごいですか。あー言わせてないか大丈夫。なんかもう衣装さんとの連携プレーがバッチリすぎて2回目なんですけど、まあ、北九州もこの調子でいきたいと思います。記録更新を目指して、はい、5秒目指します。頑張ります。次は誰のことを一番愛してるか。最初一人で踊るのでめっちゃ緊張します。頑張ります。こんなに苦しい思い生まれてから初めてだ。愛が静かに狂わせアイドルとしてすごくいいと思うんですよ。やっぱ普段の人柄も好きなんですけどなんかナオの歌ってる時とかはめちゃめちゃ可愛いのになんか MC とかもアイドルとしての最低限のところを守りつつもやっぱめちゃめちゃ面白いんですよね。だからそういう存在ってすごい重要だったからコンサートにおいても。だから
ぱいなくなるのが寂しいなって思います。泣いちゃいます。本当にこんなこと言われたら泣いちゃいます。いや笑ってる、超笑ってる、超笑ってますから、超笑ってください。私めちゃめちゃ真面目に答えてたよ。そう、嬉しい。なんかこういう MC の時に相談にいつも乗ってくれたりとか、乗ってあげたりとかするのがめちゃめちゃいいね。助け合って、お互いの知恵を2つ ね使って、お互いにいい答えを出すっていういつもの。
さんどうでした？いやびっくりしました。びっくりした。はい、アンコールの前喋ったらないみたいですよ。いやでもなんか頑張ったね。なんかこうやってツアー初日だけ出ることになっていたのでメンバーには申し訳なかったんですけど、なんか新鮮 HKT を作ろうとしてるメンバーにもいっぱい刺激を受けてるし、ちょっとでも関われてよかったなって思います。ちょっとエグいよ。なおさん大好き。倍速が違うと思う。なおさん大好きだよ。結構今までの放送そう嬉しい。みんな大好きです。棒読み。なんで好きなー。終わりです。終わり。お疲れ様です。終わりました。終わりました。かわいい。発表してからずっと隣に、リハの時もずっと隣にいてお菓子くれてたんです。なんかすごい年下だけど私はマリアにいっぱい支えられたな。泣いちゃう。寂しい。親友です。本日は HKT48 九州7県ツアーあの支配人からの卒業にご来場いただき誠にありがとうございます。以上をもちまして本日の公演は終了となります。皆さん楽しかったですか？あと6件残ってますけどまた来てくれますか？ありがとうございます。新鮮 HKT48 これからみんなで力を合わせて頑張るのでこれからも応援よろしくお願いします。以上松岡夏実でした。皆様お忘れ物のないようお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。お疲れ様でした。ツアー初日終えていかがでしたでしょうか？たくさん問題点はあるんですけど、とりあえずホッとしました。終わったっていう感じで、なんか振り返ったら感謝祭で発表されて、なんかなんだろう、もうすぐじゃんって発表された時思ってたんですけど、本当にすぐ来て、本当に初日が2回公演なんですけど、さって終わって気づいたら10月になるのかなっていう感じもあるんですけど、その分濃いものにしたいなと思いますし、今日終えて余裕というかちょっとなんか反省点とか課題とかみんなでのもう少しまた話し合って、次の次北九州、まだ福岡が2つあるんですよね。なので地元でもっともっと良くしていけるように頑張りたいと思います。いや寂しいですね。本当に8年一緒にいたのでやっぱ家族とちょっと離れるみたいな、まあプライベートで会うことはできるんですけど、でも一緒にずっとやってきた人がいなくなるっていうのは、卒業発表私がチームが違うので、あの直では体験してないんですけど実感がなかったんですけど、今日奈緒ちゃんが大きいコンサート最後っていうのがすごい最後の曲で湧いてきちゃって寂しくなりました。なおちゃんコールすごい大きかったですね。はい、感動しましたね。なおちゃんもそれで泣いてたし、なんか愛されてるっていうなんか温かいグループだなと思いました。中心メンバーで HKT を本当に支えてくれてたメンバーたちが一気にいなくなるっていうのは本当に私たちに結構プレッシャーで、特にみくりんはあの一番 HKT で今多分一番人気でセンターをやっててっていうのすごいプレッシャーを感じてるのを私たちもメンバーもみんな感じてて、なのでなんかみくりんが一人でこう抱え込んでるんだなっていうのすごい、普段レッスンじゃなくても公演の時とかプライベートの時でも感じてたので、なんかみんなでみくりんに支えながらみくりんを支えながら、みんな一人一人が HKT だから中心のメンバーがいなくなっても私たちが HKT48 だって自信を持って言えるように頑張ろうって言ってみんなで縁を組んで本音を言い合ってやったので、なんか今回は不安もあったけどみんな一人一人の意識が今までで一番高かったかなと思います。うん、もうずっと奈緒ちゃんは憧れの人でした。なりたかった人でした。入った時に
こんなになんかふわふわしてるのにすごい MC がこうキレキレっていうわけじゃないけどふわふわしながらも面白いことを言うっていうのがすごく羨ましくて、だから最初はずっとなおちゃんのことをネットで調べてはちょっと真似してみようとか思ってた人で、喋ってもすごく優しくて面白くてって人だったので、誰からも愛されるそんななおちゃんがいなくなるのはやっぱりすっごい寂しいです。今回の九州ツアーは私前回出演させていただいた時だいぶ前の2014年ぐらいで、小学6年生でまだ入ったばっかりだったんですよ。でその時はユニットもバックダンサーで出させていただいたりとか、あとはサクタベの選抜に入らせていただいてからはちゃんと自分のポジションをいただいたりとかいろいろあったんですが、今回は周りの先輩方がどんどん卒業やっぱしていって、周りを今日見た時に後輩多いなって思って、自分が次はその前見た先輩方の背中、九州ツアーで見させていただいた先輩方の背中を、次は自分がそういう背中になるんだと思って頑張りました。で私本当に奈緒さんが大好きで、2人でご飯とかも行くぐらい仲良しなんですよ。だからそういう仲良しのメンバーが卒業発表をして、もう卒業が近づいているっていうのは本当に悲しいんですけど、最後に一緒にこう大きいステージに立ててよかったなって思うし、誰より手を振ろうで奈緒さんをこうピックアップできて嬉しかったです。サシがいなくなって初めてのコンサートで一番感じたのは、すごく後輩が後輩の意識が変わったなって思って、本当に先輩だからとか関係なくすごい意見言ってくれたりとか、すごいミーティングの時に着替えないでください、思ってることだったりとか相談だったりとか、たくさん意見ぶつけてくれて、すごいなんか今まで遠慮してた部分とかも全部壁が壊れて、それも含めてこうまた一致団結したコンサートにできたんじゃないかなと思って、すごいリハ期間含めてすごい成長できたなって思いました。すごいなんか今まであんまり実感なくって、なんか一番近い存在だからこそ寂しいっていう気持ちがなんかあんまりこう感じにくかったんですけど、なんかこうしてなんかみんなにナオちゃんコールされたりとか、なんかみんなが泣いてる姿見て本当にいなくなっちゃうんだなっていうのをすごい実感して、なんかいつか自分もこういう時が来るのかなって思った。そうですね、でも一人一人すごいいろんなことに対して意識が高まったと思うんです、思うし、そのリハーサルとかしてても今まではなんか限られた人しか発言できてなかったりとか、やっぱりサシについていってるっていう感じがしたんですけど、今回はすごいなんかみんなで作り上げてる感じが感じられてすごい嬉しかったなと思うので、この7県ツアーもあるということで最後の最後まで今の気持ちを忘れずに回って、そしたらまた一つみんなで成長できると思うし、成長したって言ってもらえるように頑張りたいなと思います。本当に卒業発表した時からすごく寂しくて嫌だなって思ってるんですけど、でも一緒に8年間頑張ってきたからこそなんか止められないというか、夢を見つけたりもうやり残したことはないから、もう一つチームを飛び出してグループを飛び出して一歩進んで新しい道を見つけるとか、そういうのは絶対ダメって言えない自分たちがいて、すごい応援したいなって気持ちもあるので寂しいですけど、でも本当に心から応援してるし頑張ってほしいし、卒業してから HKT を見てなんかすごい元気をもらえてくれたら嬉しいなって思うので、そのためにもっともっと頑張ろうと思います。結構自分的にはいいスタートは切れたんじゃないかなと思います。なんか、まあ、そのツアーの前にサシさんからもう HKT48 でふざけるんじゃなくて私みたいなこう話せるポジションにいてほしいっていうラインが来てて、で結構それが自分の中でどういう立ち位置か分かんなくて今日は試行錯誤しながらやったんですけど、すごい良かったって言ってもらえて、なんかすごいいい終わり方をしたなと思いました。そうですね、ナオはめちゃくちゃ仲が良くてプライベートでも常に一緒だったし、まあその欲を言えば
もう一回一緒に千羽釣りしたかったなっていうのがあったから、まだまだやめてほしくないし、こう友達とメンバーとしても友達としてもすごい大事な人だから、すごいこう誰より手を振ろうで、なんか、うん、いろんな今までのこととか思い出しながら歌ってたらめちゃめちゃ泣きました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やってどうでした？もうなんか今終わってみて思うのは、すごいもうすっきりしました。リハーサルからあの演出家の方からすごく厳しいお言葉をいただいて、久しぶりにこうメンバーみんなでなんか悩んだりとか苦戦したりとかもする姿も私も一緒に見てきたので、こう終わった後にいろんなスタッフさんとか演出家の皆さんにとかサッシーにもすごい褒めてもらえて、うわ良かったなって思ったし、いい HKT にとってはいいスタート、新しいスタートが切れたと思うし、私にとってはすごく最高の締めだったんじゃないかなって思います。なおちゃんコール悩んでました。まさかって思いました。もうこんな HKT のツアーしかも初日にもうこんなことはあってはいけないと思っていたんですけど、いざ皆さんが大きい声で一生懸命コールしてくださってるのを見ると、もうなんか嬉しくて、やっぱ HKT のファンの方は最高だなと思いました。最高かよ。なんかリハーサルとかも普通に今まで通りの立ち位置でやっていたので、なんかこう急にセンターに連れて行かれて、みんなの間に入って歌ってる時に卒業を実感したというか、みんなが私の顔を見て、メンバーがみんなが私の顔を見て泣いてる姿とかギュッてしてきたりとかするのを見て、まあ寂しいなって思って涙が出ました。誇りに思います、自分がそのグループにいることを。ファンの皆さん、本当に私にとって最後のコンサートで、HKT にとっては、まあ、本当に大事な大事な新生 HKT としてのスタートだったんですけども、私のことまですごく応援してくださって、たくさん声援を送ってくださって、本当にありがとうございました。皆さんが大好きです。ありがとうございました。幸せです。